バイナリーオプションスペシャリスト社の半間弱先生です。2016年ズルトレーダーのバイナリーオプションにおいて、日本一から世界一になり、2017年も2位という、世界最大の成績でした。でですね、妨害がなければ無限に稼げるという技能をつけております。バイナリーオプションですね。コンピューター分析により戦略は破られても、また再度戦略方法を見つけ出すという方法でね、妨害がなければ、投資する段階でね、無限に稼げるということで、核爆弾を落としてきます。人間団体がね、力でね、バックで。で、それをね、気をつけて、保安力を解消すれば、いくらでも無限に稼げるというのが、本物の、世界バイナリーオプションスペシャリスト、半間弱先生であるということを言っております。それで、今回私の開発した300万のインジケーターの紹介をいたします。今回、USDJPIO は、高価なものですから、無料で提供しておりますので、同じものですね。通貨国固定ですけれども、全く300万のインジケーターと同じですので、ご紹介いたします。でですね、こちらなんですけども、下のですね、NZDUSD で EA の Mac 岩尾ですね、バージョン29なんですね、これなんですけど、これで最適化しております。でですね、この最適化したデータからですね、ここでちょっと最適化したデータをね、からコンピューターで一番いい数値を、で、インジケーターの設定値を読み取ってみますね。で、一番いいのがこれなんですね。こういう設定ですね。で、これね、同期 M5 っていうのはね、1にすると、5分周期ですね、の計算で、ね、同期を取ります。で、この600分、シグナル出てから10分後にシグナルが、からですね、5分の同期を合わせて、計算を見て取引させます。だから、これで600で、60で割りますから、10分以上のね、後に計算されるという分析でデータで読み取ってるわけですね。で、あと Mac0、Mac1 はですね、で、これ Mac は今現在100であるが理想だと。で、今200ラインですね、この細かさ精度ですね。それで、シフトが2個ね、ちょっとし、ね、出てないのもありますでしょ。その、それから2個目で分析してると。で、これはね、論理判定でどっちか分かんないっていうことですね。で、これで表示させてみます。そうしますとね、表示が合わないんですね。で、これローでしょ。ローで、このとこはハイにならないといけないとね。なんか、しかし、これで合ってるのかな？ちょっと待って。下は合わないですね。上は合ってるのかな？ 5 分後ですから、これはこうでしょ？落ちてる。ここは落ちてる。上がってるわけですね。だからこれは論理をね、調整しないといけないですね。で、これでツルーを EA で分析したのと論理が合いませんから、ここでね、こうやりますね。このように設定を変え、調整します。まあ大体、この論理で、上の論理で見てくださいね。こっちの論理では当てになりません。一応、当てになるのが大体同じなんですけども、こっちとこっちは EA の分析と違うんですけどね。まあ、この EA の状態で本当に変わってるかどうか、2番目の線がですね、
それで合わせます、この色をね。だからこのシグナルが出たらですね、この家のシグナルが出たら2番目のね取引をするというわけですね、この色でね。でシグナルのアラートはどっちか分かりません、この色で見てください。ですから こう点ありますでしょ、この上に出ます。でこのシフトで先頭はないんですね、この色で分析されてますから、このシグナル出てから、これはここに書いてますよ、600だから10分後過ぎですね。で同期 M5 はね1になってるんで5分単位の周期になってるんで10分から15分ということですね。ちょっと10分の時か15分の時ですね、その間に取引、決算されますよということになります。これハイアンドローの15分に取引ができるようにしたんですね。そのために同期M5 というのがね1になってると5分の同期を取ります。ちょうど取引のサイクルにぴったしに合うようにね。でこれをちょっとお伝えしたかったんです、難しいんでね。で通貨国は17カ国ありますから、このようにね17カ国で取引しますね。でインジケーターはこの2つこれですね。で分析用のは EA がついてます、 EA の配合のマクデの岩尾ですね。そういうことですね。こちらだから最適化してるわけですね、今現在ね。で1ヶ月で見てますね、これ1ヶ月でね、1ヶ月の分析で見てます。でこの設定値は付属についてますけどね、このインジケーターのこの設定ですね、これはコメントですから、前はね、ね前ですからね。でこのような設定でがいいよということでね。ね通常はねここの動機はゼロにします、動機なしね。